陸前高田市立第一中学校は岩手県陸前高田市高田町にあった公立中学校。略称は一中陸前高田市中心部を校区とする中学校である。1965年に高田中学校と竹駒中学校が統合して開校した。1966年には下矢萩中学校を統合し、2011年には 八幡中学校を2016年には横田中学校を統合している。陸前高田市は2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波で市街地の約7割が壊滅する被害を受けた。しかし第一中学校は高台にある立地条件が幸いし津波の被害は免れた。そのため第一中学校の校舎や 体育館は被災者の避難所となった。仮設住宅の建設は津波再来の危険性や幼稚不足などの影響により、阪神・淡路大震災の時よりも遅れたとされているが、第一中学校のグラウンドでは仮設住宅が被災地で最も早く着工された。仮設住宅36戸に対し1160世帯が入居を希望したため抽選が行われ、 4月9日から入居を開始した。震災の影響で2011年度の始行は4月22日までずれ込んだため、夏休みは8月6日から17日までとなった。今後は心のケアが必要に、朝日新聞デジタル、2012年2月14日閲覧。まだ足りぬ、仮設用地2011年4月26日付、朝日新聞長官3面 AB、 陸前高田の中学校に仮設住宅、明日から建設。読売オンライン、読売新聞社。2011年4月25日閲覧。AB、最初の仮設住宅36個、倍率は32倍陸前高田。朝日新聞デジタル。2012年2月14日閲覧。AB、仮設住宅へ入居始まる、新たな我が家に笑顔も陸前高田。 朝日新聞デジタル。2012年2月14日閲覧。ABC、アー被災地の夏休み多くの学校短縮、放射線恐れ延長も。朝日新聞デジタル。2012年2月14日閲覧。ABC 点元。2011年5月2から9日週間。あえら P31。広報陸前高田。臨時号7。陸前高田市。 2011年5月30日閲覧。広報陸前高田、臨時号9。陸前高田市。2011年5月30日閲覧。広報陸前高田、臨時号11。陸前高田市。2011年5月30日閲覧。広報陸前高田、臨時号13。陸前高田市。2011年5月30日閲覧。 広報陸前高田、臨時号60。陸前高田市。2011年5月30日閲覧。AB、広報陸前高田、臨時号18。陸前高田市。2011年5月30日閲覧。広報陸前高田、臨時号18。陸前高田市。2011年5月30日閲覧。広報陸前高田、臨時号24。 陸前高田市、2011年5月30日閲覧。陸前高田市の情報。広報陸前高田、災害お知らせ版。非常時公式ウェブサイト。一の関市。2011年4月25日閲覧。AB、広報陸前高田、臨時号32。陸前高田市。2011年5月6日閲覧。ありがとうございます。